どうもこんにちは。なんか TikTok で儲かるっていうんで、ずっと長い間 TikTok 私ね、アカウント作ってなかったんですけども、1ヶ月ぐらい前にアカウント作ったんですよ。で、おそらく今日あたりで大体1ヶ月ぐらい経つんで、どのぐらい儲かったかっていうね、収益の公開なんですけども、いや、はっきり言って大したことないですね。えっ、ー、とね、どのぐらいかっていうと、金額にしてね、1ヶ月ぐらいで2532円なんですよ。 で、私のメディアを使った紹介活動も結構しました。YouTube が1万6千人でしょメルマガが大体2万人です。こちらの方で広報もして、まあ、いわゆるね、私からの紹介で、あの新しい TikToker が生まれるはずなんですよ。そうすると私には最大4千円分がボン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 入ってきて、まあ、10万20万儲かるかなっていう目算だったんですけども、友達招待いくらしてもね、全然、全然ですね。 うん、なんかね、達成率98%、99%、98%っていう感じで、全然動かないんですよ。その辺は、なんか、インチキっぽいなと思うんですけども。まあでもね、損したわけじゃないんで、そんなにね、悪くはないかなと思います。あのー、はっきり言ってね、この1ヶ月弱で2532円、私のところには入ってるわけなんですよ。まあ100円はちょっと試しに外に出したんで、正確に言うと2600円です。4000円もわからなかったんですけども、 まあ、2500円ぐらい ?2600 円ぐらいで、一応ね、うちのね、4歳になった、息子のですね、まあ、クリスマスプレゼントは買えるかなっていうところでございます。まあ、クリスマスプレゼントね、欲しいやつが8000円するんですよ。その一部が、まあ、これ、ね、TikTok によって支払われたんで、まあまあいいかなと思いますね。まあ、そのぐらいでしたね。うん。そんな、はっきり言ってそんなバカバカ儲かんないですよ、TikTok。で、TikTok は儲かるよーっ,つって、いろんな方がね、動画上げてますけども、私ですら毎日やって、いろんな広報をして、 まあ4000円とか3000円にもならなかったです。それがまあ現実でございます。ですんで、私みたいにメディア持ってない方とか、毎日 TikTok であれこれやらない方っていうのはもっと儲かんないと思います。儲ける方法があるとしたら TikTok に動画をどん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 投稿していって、そこで何らかのセールスやアフィレートをすることでしょうね。うん、と、分析しました。いかがでしょうか